はい、皆さんこんにちは。こちらはノートパソコン用の冷却ファン付きの台なんですけどもね、先日の MacBook Pro 2018年の、これね、熱とパフォーマンスのね、関係の問題で、これ対応策なんないかなと思ってね、購入していたんですけども、ただね、あれ、早急に追加の修正のパッチが出たことでですね、もう改善がね、済んじゃったんですけどね。今日はですね、その、改善後のね、状態で、こちら、どんだけね、効果があるのかを試したいと思っています。で、これはね、ハビットというね、ところで、Amazon 評価もね、高かったんでね、これにしてみたんですけども、私は1600円台でタイムセールで購入しました。それでは行きまーす。はい、それではですね、こちら、これね、梱包開けた感じ、こういった、ファンがね、3つありまして、で、これ裏側にですね、このように角度がね、変えられるような、この機構がね、ついているということで、だから角度フラットと少しついたのとね、2種類ね、選べるようになってまして、で、ここで、USB のね、タイプ A 入力でスイッチなんですけど、1個はなんかね、給電なんかで、自由に使ってくださいって書いてましたけどもね。で、これこうやって、MacBook Pro 乗っけてですね、で、電源はですね、Mac から取るのもね、ありだそうで、このようにですね、Mac の、ここの USB-C、サンダーボルトのところからですね、取るというね、形で、例えばこういう感じで、後ろのですね、ここにつなぐというね、そんな感じで、自前のね、アダプターから取ることも可能ですよね。で、今ね、スイッチ入れてみましたけども、で、そうするとこうやってね、電気がね、つくんですよね。これファンがね、全部3つ青く光るというね、ことでね。で、確かにね、このさーってね、回ってましてね、涼しい感じはします。はい、それではね、比較の方をやっていきたいと思います。まずはファイナルカットプロのね、書き出しですけども、 4K5 分ウェブホスト H264 の品質優先でございます。で、冷却台なしからね、ちょっとやってみたいと思いますけども、で、こちらですね、室温がですね、この Mac の脇で 25.8 度ぐらいからスタートして、エアコンを切った状態で書き出しをね、やろうと思います。で、これ今ですね、スタートいたしました。はい、で、ここでね、スタートしたわけですけどもね、これ、大体、ファイナルカットプロ10の場合はですね、ガッと上がるんですけどね、前半2分ぐらいはね、2.5GHz ぐらいね、出るんですけども、その後はですね、大体、これ、ぐっとね、下がりまして、2GHz をね、挟んで、前後するようなね、感じの、動きを見せることが多いですよね。で、これ温度の方もね、80度台前半という感じでしょうかね。それでですね、これ終わったのが、11分、14、15、16、17、18、18秒ですよね。で、終わりまして、で、これ大体ですね、これ11分5秒から40秒ぐらいの間ですからね、いつも。大体こんなもんだろうというね、ところの、かかった時間でしたけどね。それで、その後、この40度台までね、下がるのに何分ぐらいかかるのかはね、一応見ていたんですけどもね。それで、ちょっとね、早回ししちゃってますけども。で、大体終わった時間の時のね、この温度はね、やはりちょっと上昇して 27.8 度ぐらいになってますけどもね。で、終わって40度台になったのが大体2分ぐらいだったんですよね。で、お次、冷却台ですけどもね。で、こちら冷却台に乗せた状態で、で、これまたね、スタートは同じ 25.9 度ぐらいですけどもね。で、ここでエアコンも切った状態でね、書き出し始めました。で、これも同じようにですね、最初の2分ぐらいは 2.5GHz 超えでしたけどもね、その後はですね、スッとね、下がっていって、これ 2GHz を挟んでね、前後というところ。で、これ温度の方もね、前半は90度台がね、出ていたんですが、徐々に下がっていって、80度台前半、85度ぐらいですかね。だからちょっとなんか温度むしろ高いぜぐらいなんですけどね。で、終わったのが、
11分12秒というねところで、まあこれね少し早くはなったかなっていうところですけどもね。でこれまあ冷却までのね、これ時間をね見ていきますが、まあその間にそう大体 28.1 度で終わったというねところで、でこれ40度台までにね、下がるのに大体どのぐらいかかったかと言いますと、まあ、少しねこちらの方がね、まあ、冷えるのがね早かったんですよね。で大体ね1分半ぐらいでね終わったんで、まあ、冷却がねその終わった後は早いみたいですよね。でお次プレミアプロの動画書き出しでございます。 4K5 分でこれまずは冷却台なしからねいきますけども、でこちらスタートねいたしました。でまあこちらはですね、まあ出だしガッとねやはり上がりましてですね、でその後だいたい推移がですね、まあこれベースクロックのね、少し上ぐらいでね推移をするという感じでですけどね、まあそれで温度の方はね結構高めで、95度ぐらい弱ぐらいでしたけども、まあそれでね途中やはりねこの少し温度がね上がり目になると、この1ギガヘルツぐらいずつねこう下げてみたり、2.6 とかね、まあ、そのぐらいまでね下げてみたりしていましたけども、まあほぼ平坦というねところで、まあ、書き出しの方がね、これもあとちょっとで終わります。11秒15分11秒でね終わったわけですよね。でまあ大体まあこれもあの前回よりね少しねこれ室温高かったかなっていうところでね、前回より20秒ほどねかかっていますけども、まあこれ同じ条件で立て続けにねやってみましたが、冷却台使ってみました。まあ一旦ですね立て続けではありますが、この Mac のねパッケージの温度が下がるのを見てからですね開始いたしております。でこちらもですね、まあグッとねこれ上がってから、まあその後はですねベースクロックのあたり、まあこのあたりをうろちょろするというねところでしたけどもね。でまあ先ほどよりはねこの調整するね幅がなんとなく狭いようなね感じはしましてですね、さっき冷却台なしだと 2.6GHz までね落ちた時もありましたけども、まあこれ温度もね90度前後というところで少しね効果があるような気もいたしますよね。まあそれでこれ書き出しがね終わったのがこちら15分8秒というねことでね、まああのね少しだけ早くなったかなというねところで、まあこれ終わった時のね温度大体近いですから、まあちょっとはね効果があったのかもしれませんよねこれね。それではね、低負荷の作業、ウェブ閲覧なんかでね、チェックしてみたいと思います。まずは冷却台なしからになりますけども、まあ、このようにね、Apple のホームページをちょっとね、こう閲覧しながら、パワーガジェットのね、推移を見ていきたいと思いますけどもね。で、まあこのようにですね、まあこのスクロールなんかやるとね、ガッと上がったりはするんですよね。50度台前半ですけどね。まあそれでこうやって、まあページを読み込んだりするとね、上がることもあったりしますし、そこでガッとまた54とかなりましたけどね。まあそれでもね、まあ何かあの動画の書き出しとかと比べたらね、90度なんてね行くことはないですしね、まあ比較的ねこれ低い温度での推移をしているわけですよね。で冷却台の方を乗っけた状態でやるとどうでしょうか。でこれまあ同じくね40度台からね見ていてですね、でまあこうやって読み込みをしたりスクロールをしたりしますけど、まあこれほとんどね動きとしては同じですよね。まあグッとね負荷がかかると54度とかにねなるんですけども、まあねあんまり正直言って違いがないのかなというねところですけど、まあ1度ぐらい低いかもわかんない、でもあんまり違いが見出せないなというねところでしたかね。であとはまあ高負荷でいうとね、シネベンチなんかやったらどんな動きするでしょうかね。でまずは冷却台なしからですけども、でこれ前回ねアップデート後にね測った時はスコアが1046というね感じでしたけどもね、まあ、今回ね、まあ、少しね気温が違う状態でね室温違う状態でやってますけども、でこれもねガッとね最初ターボブーストでね 4GHz ぐらいいった後はですね、
まあ、このベースクロックを少し上回るような感じで推移してですね、でこれ温度少し高めで95、6出てますよね、ちょっと高めです。でこれで出たのがねスコアは1032ということでですね、まあ、ちょっとね室温が前にアップデート直後にやったよりはね高かったかなというところで、まあ、1032だったんですよね。で、お次冷却台をね使ってもう一回同じことをやってみます。でこちらシネベンチ、ベンチマークテストをスタートするというところで、はい、スタートしました。でまあこれもね同じようにガッとね 4.2 ぐらいまで上がりましたけども、その後はですねこのベースクロックに近づいた感じで、少し上回った状態で推移しました。でこれ温度の方ね見てると心なしかね92、3とかいう感じもするんですけどね、まあでも95、6出ることもあるんでね、まああんまり変わんないのかなっていうねところではありますけどね、やっぱ96度とかね出ちゃいますよね。でまあこれクロックも 3.1 とか出ていますけども、で出た結果がですね、こんな感じでございます。そう1039真ん中なんですけどね、だからまあまあポイントで言うとね7ぐらい変わったわけですけどもね、まあこれをまあ効果と見るのか、まあこれ誤差の範囲と見るのか微妙なところはあります。はい、ということでですねこちら今日やった比較実験の結果でございます。でまあこれね、まあ、シネベンチファイナルカットプレミアプロはねまあちょこっとずつね良くなるようなんでね、まあ効果がないわけではないです。でまあこれ高負荷終了後の冷却はまあ確かに 25% ぐらい早かったんですよね、まあ、ということでね、まあ、効果はないことはないというねところでしょうかね。まあこれにまあ2000円弱ね出すかどうかというのはまあこれね個人の判断になってくると思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。